韓国ドラマ史上最大級の制作費、最高のキャストで誕生した大ヒットドラマ「存続女王」。韓国では実に 50% に迫る視聴率を叩き出し、日本においても大注目のこの作品。朝鮮半島初の女王、存続女王役を演じたイ・ヨウォンさんが満を持してついに来日。抽選で選ばれた100人のファンを前に、撮影秘話などを披露しながらドラマの魅力を紹介しました。こんにちは。はじめまして。ね、이런자리에초대해주셔서정말감사드리고요선덕여왕이일본에서방영되고있는데너무많은분들이사랑해주셔서너무감사드리고네앞으로도더많은사랑부탁드립니다감사합니다撮影の上での思い出のエピソードがもしあれば一つご披露いただけますか아무래도전투신같은장면을찍었을때가장많이고생을했기때문에그런장면들도생각나고또저희가용화양도잖아요그용화양도들도다너무고생을했고저희는그냥화랑이었기때문에더힘들게고생을해서팀들도많이생각나고그래요선동양이벤트では共演したオムテウンさんからのビデオレターが紹介されたほかドラマの大ファンという女優の浅野ゆう子さんがゲストとして登場이요원さんと楽しいトークを繰り広げました一人一人のキャラクターが立っててものすごく見応えのあるお芝居でしたねであとこう映像が素晴らしく美しい皆さんとても美しくて展覧豪華で日本でいうところの聖徳太子の時代奈良時代ですよね日本はこんなだったんだろうかっていうふうにちょっと比較して考えてみるのも面白いかもしれませんなるほど、ね、はい너무극찬을해주셔서너무감사드리고선덕여왕을정말너무너무제대로잘봐주신것같아요정말신라시대때가가장화려했던때고또그거를재현하려고이렇게제작하시는분들이나연출하시는분들이다많이고생을했는데그런것들이다보여줘서되게기쁘고또너무저를좋게잘봐주셔서너무감사드리고요영광입니다KNTV でも大好評を博したドラマ、存続女王。カンナビでは、そんな視聴者の心を引きつけてやまないドラマの魅力を、イ・ヨウォンさんに直接伺うべく、単独インタビューを敢行しました。KNTV 視聴者여러분、안녕하세요。イ・ヨウォン입니다。반갑습니다。저는개인적으로덕만이었을때가제일애착이갔고、그리고덕만이가가장행복하고즐거웠어요던때라고생각을하고요공주가되고나서는아무래도천명언니가죽었기때문에언니를대신해서내가뭔가를해야하겠다는게굉장히컸던것같고그리고왕이되고나서는어찌됐든여자로서의자기인생을포기하고왕이되겠다고결심을한거였기때문에그만큼굉장히외로움도많았고그런것들이좀보여줬던것같아요그래서가장행복했던때는덕만이었을때인것같아요일단되게내용이재미있는것같아요시청자분들이좋아할만한요소들도많고에피소드들도너무다양하고아기자기하고그리고연출도이렇게젊은감독님들이하셔서기존의사극이랑은좀영상미나이런것들이좀이게차별화되는것같고또마지막으로는배우분들이너무연기를잘하시는배우분들이많이나오시고다들너무잘해주셨기때문에이세박자가다이렇게맞아떨어져서인기가있지않는가생각해요칸나비시청자여러분네선덕여왕많이사랑해주셔서감사드리고요앞으로도더많은사랑과관심부탁드립니다감사합니다今回、イ・ヨウォンさんの直筆サイン入りオリジナルクリアファイルを番組をご覧の3名様にプレゼントします。ご希望の方は番組の感想をお書き添えの上、ご覧の宛先までご応募ください。